ペットの命を短くする10の重大な間違い。ペットは私たちの可愛いベイビーですよね。私たちはその子たちを大事にし甘やかし、正直言うと金曜の夜は人間の友達と出かけるよりもその子を抱っこして家で過ごしたいくらいです。ふさふさのベイビーが私たちの家族の一員であることは間違いありません。しかし残念なことに、多くの人々がペットのお世話において知らず知らずのうちに健康面での問題や寿命を縮めるような大変な間違いを犯しています。誰だってそんなことをしたいとは思わないですよね。今日はペットのお世話をするとき、私たちが避けるべき主なダメ行為とその代わりに必要なケアについて一緒に見ていきましょう。その前にチャンネル登録をして通知ベルをオンにするのを忘れないでくださいね。これであなたはもうブライトサイドが毎日更新する新しい動画を見逃すことはありません。間違いその1、きちんとフードを選ばない。ドライフードか缶詰かにかかわらず、ペットの食べるフードの内容、原料は厳選しましょう。ブランドを選ぶ前にいつもまずラベルを読んでください。香料添加剤、トウモロコシ、 GMO、 つまり遺伝子組み換え作物が含まれるものはダメです。自然食品の場合はペットに与える前に必ず獣医さんに相談しましょう。例えば野生の猫は生肉を食べますが、ペットの飼い猫たちには実はよくありません。またフードの与えすぎに注意しましょう。残念なことに、これは飼い主の間に大変よくある問題で、ペットの深刻な健康問題につながります。常にパッケージに記載されている1食の分量とカロリーをチェックしてくださいね。そして最後に、ペットがいつでも新鮮な水を飲めるようにしておきましょう。間違いその2、ペットを獣医さんに連れて行かない。動物病院での定期検診を怠らないように。たとえ可愛いあなたのふさふさの友が獣医に行くのを嫌がるとしてもです。これは病気やいろんな種類の問題が手遅れになるのを防ぐ唯一の方法なのです。あなたのペットと家族両方を守るためにも、ワクチン接種をきちんと受けましょう。確かに診察料は安くはありませんけれども、責任ある飼い主としては当然のことなのです。間違いその3、ドアや窓を開けっぱなしにする。塀やフェンスで囲まれ、定期的に寄生生物を駆除している庭でない限り、ペットを家の外に出さないようにしておくべきです。まず最初に愛犬や大切な猫がどこかに行ってしまったり、迷子になったり、怪我をする可能性があります。もしあなたがアパートの上階に住んでいるならば、特に猫に関しては悲劇を引き起こしかねません。鳥を見かけた時、猫の本能が目覚め餌を追いかけ、気づかず窓の外に飛び出してしまうこともないとは言えないのです。大惨事を避けるためにも、可愛いペットがいつも安全に家の中にいるよう気をつけてくださいね。間違いその4、去勢をしない。この選択は個人的なもので、どうするかは飼い主次第です。しかしながら、獣医はペットを去勢することを勧めます。なぜなら、実は動物が幸せに長生きすることになるからです。また予期しない妊娠、そしてメスの発情期やオスのマーキングのトラブルに悩まされるのを避けることにもなります。ただ一つ、あなたが注意しなくてはいけないことは、猫の去勢の後の肥満です。多くの猫が去勢手術の後、あまり動かなくなり体重が増えてしまうからです。その場合は猫の食生活に気をつけ、十分に運動させるようにしましょう。間違いその5、グルーミングや歯の手入れを怠る。人間と同じく、猫や犬も定期的な口腔ケアが必要です。早い時期から歯ブラシの習慣をつけることで、そのプロセスに慣れさせましょう。ペットストアには動物用の歯ブラシや歯磨き粉があります。理想的なのは、少なくとも年に一度、特に口臭がある場合、ペットを獣医に連れて行き歯を見てもらうことです。グルーミングに関しては、種類によって様々です。例えば毛のないペットであれば、明らかにブラッシングは必要ありませんが、時々皮膚を洗う必要があります。短毛種のペットは最小限で済みますが、長毛種は毎日のブラッシングが必要です。定期的に毛のお手入れをしないと、長毛種のペットは毛が絡まったり皮膚病などの不快感を感じます。そして種類にかかわらず、全ての猫と犬には爪のお手入れも欠かせません。間違いその6、きちんと入浴させない。ペットも入浴し、体を洗う必要があります。
もちろん猫はいつも自分で毛づくろいをして清潔に保っているので洗う必要はありませんが、それでも猫を洗おうという場合は1年に 1,2 回で十分ですよ。やんちゃなワンコの場合はもう少し頻繁に洗わなくてはいけません。だいたい3ヶ月ごとくらいが良いでしょう。もちろん特に愛犬が庭で地面に背中をこすりつけて楽しんでいる場合などもっと洗ってもいいですね。もしも隔週など頻繁に洗ってあげる場合には低刺激のシャンプーを使うようにしてくださいね。犬の頭は一番最後に洗いましょう。そうでないとワンちゃんは寒くなって震え始めます。耳に水が入らないように、特に耳の垂れた犬種は感染症を起こしがちなので注意してくださいね。間違いその7、食卓のものをペットに食べさせる。すべての獣医が人間の食べ物をペットに与えるのはいけないことだと口を揃えて言います。単純にペットの消化器官は私たち人間が食べるもののほとんどをうまく消化できないからです。わかりますよ。クリクリした愛犬の瞳や遠慮がちな猫の眼差しに知らんぷりするのは耐え難く辛いことです。けれどあなたは可愛いペットにダメというたび、その子にとってベストの選択をしているのだということを念頭に置きましょう。間違いその8、十分に気にかけない。可愛い四つ足の家族の一員はあなたの愛と思いやりが必要です。ええ、ほとんどの猫は自立していますよね。だけどやっぱりあなたの愛情を伝えてあげる必要があります。犬の場合はご存知のようにあなたの注意を引きたくて仕方がありません。そしてこれは人間の最良の友である犬には全く当然のことです。ペットは身体的、感情的、社会的に成長するため社会化し人間と交流する必要があります。そうでないと簡単に怖がり攻撃的になり反抗的になります。それからその子がどれだけお利口さんかをいっぱい伝えてあげるようにしましょう。これは重要ですよ。間違いその9、首輪をチェックしない。時は過ぎ、私たちの可愛いふさふさのベイビーも私たちが願うよりも早くどんどん成長していきます。そして人と同様に体重が増えます。ですから時折首輪がきつくなっていないかを確かめてあげましょう。猫や小型犬の場合は首と首輪の間に指が1本入るくらいが良いでしょう。中型犬や大型犬なら指が2本入るくらいがいいですね。散歩に出る時には首輪が緩すぎないかも確認しましょう。でないと首輪が抜けて愛犬がどこかに逃げていってしまうかもしれませんよ。間違いその10、犬を閉じ込めたままにする。犬は年齢や犬種に関わらず外に出て動き回り他の犬と交流し自由に探索する時間が十分にないといけません。もしも十分な身体的活動や刺激がないと犬は体重過多になり多くの健康問題の理由となります。加えて鬱積したエネルギーが靴や家具を噛むという悪癖となって出てしまうこともあります。家の中の飼い猫も運動や精神的な刺激は必要なのですよ。キャットタワーやたくさんのおもちゃが必要なのはこういうわけです。もちろんインコやモルモットなど他の種類のペットを飼っている人もいるでしょう。ではこのちっちゃな子たちを飼うためのやって良いことと悪いことを見ていきましょう。インコは鳥かごの中に閉じ込めたままにしないように。鳥も身体的な活動とある程度の楽しみが必要です。インコは社会性のある生き物で少なくとも1日に30分間の遊びやコミュニケーションを必要とします。食べ物は種子だけにしないでくださいね。新鮮な野菜、果物、パセリ、小枝だって与えることができるのですよ。栄養的にバランスの取れた食生活はインコの健康を保つだけではなくインコをご機嫌にしてくれますよ。インコがストレスを感じるので両手で掴まないようにしてください。指か手のひらに乗せてあげましょう。モルモットを飼うときに覚えておいてほしいとっても大事なことがあります。それは広々と動き回れる場所が必要だということ。小さすぎるケージはモルモットの生活の質や健康に害を及ぼします。暑い時や抜け毛の時期にはヘアカットをしてあげましょう。皮膚への風通しのために毛を短く剃るのもいいでしょう。6ヶ月ごとの爪のお手入れが獣医のおすすめです。他の動物と同じように食生活は重要です。モルモットに間違った食べ物を与えると末期症状になる恐れがあります。モルモットの食べ物は干し草 60%、 種子 20%、 新鮮な草 20%、 そして野菜果物です。また
ビタミン C を入れた水を常に飲めるようにしておきましょう。あなたはペットを飼っていますか？どんな種類ですか？下のコメント欄で私たちの大切な可愛いペットたちについて語り合いましょう。この動画が何かの役に立ったなら嬉しいです。もしお役に立てたなら高評価ボタンを押して、ペットを飼うあなたのお友達にぜひこのビデオを共有してくださいね。チャンネル登録をクリックし、人生のブライトサイドをお見逃しなく。